こんにちは、山手のりべです。今日ご紹介するのは、というかご説明するっていうか、僕が今かけてるメガネですね、こちらのですねお問い合わせがあったので、どんなメガネなんですかとか、キラキラしてますねとかいうあのお問い合わせだったんで、あのザクッとご紹介したいと思います。今かけてるのは IC ベルリンのアーバンというモデル、これでですね、ポイントはですね、こうカーブ付きの遠近両用、それとあとミラーレンズですね、それを使ってるっていうところですね。でカーブ付きっていうのはどういうことかっていうと、メガネって今なんかこうオーソドックスなものですと、こういうふうにあんまりこう反り角がなくてまっすぐなメガネが今多いんですけども、その中で IC ベルリン、こちらですね、こういうふうにカーブがついてる、それとオークリー、こういったカーブが、反り角ってメガネ屋で言うんですけど、反り角がついてるメガネ、こういったメガネで遠近両用ができるんですね。でその辺がですね、お伝えしたいポイントです。で、なんでこうカーブ付きのレンズがいいかっていうと、やっぱりかっこいいからですね。メガネっていうのは少しこうカーブがあった方が僕はかっこいいと思ってるんですよ。で、この前あのシルエットのですね、シュミット会長も山下さん来てくれたんですけど、やはりこう、カーブ付きのレンズ、まあ、おすすめするのはですね、かなりこう、メガネをですね、結構知ってないとおすすめしにくいレンズのカテゴリーにはなるんですけど、なるべくだったら専門店だったらカーブ付きのレンズ、進めたらどうかなっていうのをおっしゃっていただいて、あ、うちが考えてることと一緒だなっていうことが分かりました。で、やはりこう遠近両用なんかもですね、かっこよくかけてもらいたいなって思ってるんですよ。で、今こうカーブ付きのレンズ作るポイントはですね、まず、正しくそのメガネのですね、屈折の状態が測り出せることができること、それから、そのですね、度数をですね、こうカーブ付きにした場合に度数補正っていうのをしてですね、カーブ付きにした時のこう、違和感をなくす技術、それとあとそれをですね、かけた時のですね、かけ具合、それを、正しくポイントでかけていただく技術っていうのは、まあ、大きく3つあると思っています。で、それが1つでもかけちゃうとあまりうまくいかないですね。で、その辺をですね、こうきっちりっていうか、お客様に合わせて、カスタマイズしてかけていただくように、心がけています。で、あともう一つ、私のメガネのね、ミラーレンズね、まあ、ミラーレンズだけこの前ご紹介したんですけど、ミラーっていうのもですね、なかなかですね、普段はちょっとかけられないかもしれないですけど、またちょっと変わったっていうか、ちょっとこう印象にある残るようなメガネ作る場合にはすごくいいかなと思ってます。で、あとこのメガネもうちょっとカスタムしてあるんですけど、横の部分ですね、これアートテンプルって言って、今年エトが羊なんで羊に今してあります。それから、この、まあ、モダンって言いますけどね、僕なんかの入った時はサキセルって習ったんですけど、ここの部分が通常は、これ何だったかな、黒だったと思うんですけど、グレーだったかな、それをですね、カスタムのこの赤いモダンに変えてあります。あとこの IC ベルリンのですね、ここの、調節が止めるところのですね、部品があるんで、その色も変えられますね。今はこれシルバーで統一してありますけど、ここだけこうゴールドにしたりとか、そういったこともできます。いろいろこうカスタムして楽しむこともできるんで、その辺のまあメガネこうできたまんまじゃだけじゃなくて、カスタムして楽しむっていうのもいいかなと思います。多分したいなと思うことを、解決していきたいなと思ってますので、どうぞ、ご遠慮なくご相談ください。そんな感じでちょっと取り留めもなかったんですけど、今日のタイトルは何しようかな、俺のメガネっていう感じで、カーブ付きの遠近両用、それで
まあみんながかけてないような眼鏡、そういったのをなるべくだったらかけてほしいなと思います。そんな感じでした。じゃあまた。